岩本山から見た岩底岩底は静岡県富士市に位置する富士川東岸の氾濫を収めるために江戸時代に築堤された堤防。現在日本三大急流の一つに数えられる富士川は古くから氾濫を繰り返しておりその氾濫により富士川東岸に形成された富士川氾濫源は人の居住もままならない地域であった。そのため 江戸時代に治水事業を行うようになり、それを駿河国富士軍の古軍家が担った。古軍家はこれを親子三代で行い、その発端である茂高は現那元年に一番出しと二番出しを築いた。時代の茂政は神殿開発事業を行うなどしたが、これら治水事業の後も藤川東岸は反乱を続けていた。そのため、 重政の時代である十年はこれを盤石とするために、漢文七年に、駿河国富士郡岩本村、鹿児島村にかけて、岩堤の築堤に着手し、遠方を二年に完成させた。七年の歳月をかけた大規模な事業であった。この事業により、藤川東岸は安定を得た一方、流路が変わったことで代わりに、藤川西岸に洪水が発生することとなり、 また被害も広範囲に拡大するようになってしまった。つまり鹿島の地は岩底により守られたが、逆にこれまで被害のなかった岩淵や中野郷神原の地は洪水の被害が発生するようになったのである。これら被害は商法年間から増加するようになったとされる。特に宝永元年の洪水は甚大な被害をこむ七十六国分の土地が流出したという。 岩底は大きく屈曲した箇所があり、その様が群れをなして飛ぶ狩りの姿に似ていることから、このように呼ばれるようになったという。現在富士市指定史跡となっている。富士川がもたらした砂礫により形成された、扇状地である鹿島平野は、氾濫により開発が及ばない地域であった。やがて岩底が完成すると富士川の本流は、富士川西岸の岩淵村。 中野郷方面へ移動し、それより東側に位置する藤川東岸の鹿島平野は次第に安定するようになった。このように安定を得た鹿島平野ではやがて神殿開発が進み、その様相は鹿島五千国と称えられるまでに至った。それにより農作物が作られるようになり、産物として鹿島米、富士なし等が生まれた。鹿島米は駿河国新風土に、 米合わせ、多く、多村に、佐吉熟すこれを、鹿島米と称すとあり、この地で量産された。富士梨は、塩沢家の塩沢も三郎が、富士軍家で初めて梨を栽培したことから始まる。岩底の人柱、森所神社堤防工事終了の際、神仏家具のために、人柱として葬ったという話が、富士市には残っている。 堤防工事に莫大な費用と50年という歳月がかかっているにもかかわらず、水害の解決には至っていなかった。そのため人々は、神仏のご加護に頼るしかないと考え、藤川を、西岸の岩淵地域から渡ってくる千人目を、人柱に立てる計画をした。とある秋のこと、夫婦で東国の霊場を巡礼中に藤川を渡ってきた老人の僧が千人目に当たった。 地元の人々が説明をしたところ、最初は驚かれたが、私の命が万民のお役に立てば、普通に使える、身の本望ですと心よく引き受けてくださり人々は涙した。人柱は堤防を何度気づいても流されてしまう、岩底の特徴とも言える曲がり角に埋められることになった。そうは埋められる事前に、 鈴の音が止んだ時が自分が死んだ時であると言い残して地中へ潜った。木製の箱に入れられ、人柱として土に埋められた後も約21日間ほどにわたって空気口から鈴の音は聞こえたという。人柱が埋められた岩底の曲がり角の裏面には人柱を祭神とした森所神社があり、現在も地域住民により、 毎年7月に祭礼が行われている。現在の藤川は、ウルー、イカワなどの支流への水量調整や、日本系金属カンバラ製造所が、自社水力発電のために、岩底よりも上流で水を採水し、そのまま、駿河湾へ流しているため、昔のような水量ではなく、水式からも距離があるが、現在も、築堤として使用されており、河川区域として、 国土交通省が管理している。広大な庭内地については、隣接する富士市立岩松中学校のサッカー場などのグラウンドのほか、市民が利用できる多目的グラウンド、ゲートボール場などとして、富士市などに専用許可が与えられている。また、みかんやお茶などの畑としても利用されている。秋になると、長さ 1km 以上にも及ぶ沿道に、コスモスが咲き乱れる。 近隣の町内会ごとに、エリアが分けられ、当番制で水やりなどの他エリアに負けずと手間をかけて、育てたコスモスは NHK などの県内、テレビニュースでも取り上げられるほど有名となっている。毎年10月の第一土曜には、古軍親子3代の異行と、築邸や反乱での犠牲者、そして人柱となった僧を弔う、仮金祭りが催される。ありがとうございます。